u f フマイナス12 u フマイナス 12A u f フマイナス12はロッキードがアメリカ空軍向きに開発していた試作迎撃戦闘機である。また超音速戦略偵察機 SR-71 ブラックバードを生んだ CIA の高機密偵察機 A-12 オックスカートのいくつかの派生型のうちの一つである。アメリカ空軍の u f フマイナス12プログラムは CIA 向けに設計され、1962年に初飛行した A-12 オックスカート偵察機の発展であった。運用中の海 -106 デルタダートの代替とすることを目的としていた、マッハ3級の迎撃戦闘機 X 海 -108 レイピアの開発中止をアメリカ空軍が余儀なくされた後、ロッキードは空軍に、 u f -12 プロジェクトに関心を持たせることができた。A-12 を開発していたことで多くの u f -12 の設計、研究開発の作業と投資がすでに済んでおり、A-12 を基礎とする航空機によって低コストで X 回 -108 の代替機を作れると指摘された。1960年に アメリカ空軍は A-12 生産ラインの第11から第13スロットを取得し、それらを UF-12A 迎撃戦闘機の構成で完成させることに同意した。主な変更は当初 X-K-108 のために開発されていたヒューズ 1AASG-18 火器管制レーダーを搭載すること、その操作をする搭乗員のための第2コックピットを追加すること、 そしてこれまで A-10 人にて、偵察装置を収納するために用いられていた米を、ミサイルの搭載用とすることであった。なお、下記完成レーダーの搭載に合わせ、機士部分のチャインと、呼ばれる張り出し部を除去する修正が必要となった。その結果、空力特性が影響を受けて安定性が不足する事態となった。胴体とエンジンナセルの下に追加されたエントラルフィンは、 この安定性不足を補うためのものである。飛行試験中の UF-12A 試験結果は非常に印象的だった。UF-12A は速度と高度のいくつかの新記録を樹立し、ユニークな武器システムによって有望な結果を示した。AIM-47 ミサイルの発射は6回の成功を果たし、 最後の AIM-47 が高度74,400フィート、マッハ3.2で飛行中の UF-12 から地上500フィートの標的ドローン QB-47 に対して発射された。1965年にアメリカ空軍は93機の F-12B を注文したが、これは国防長官ロバート・マクナマラによって予算をカットされたためにキャンセルされた。 キャンセルの理由の一つは、この速度の迎撃戦闘機への投資を正当化するのに、十分な高速爆撃機を、ソビエト連邦が所有していなかったという確信であった。開発計画はそこで断念されたが、UF-12 は、アメリカ空軍と NASA の研究機として長年飛び続けた。u f 1 a は三機製造されたが、このうちの s n 六0から6 9 3は、 1966年8月14日に、エドワーズ空軍基地での着陸時の事故による火災で、修理可能なレベルを超える損傷を被った。その機体の後半部は回収され、ロッキードの生体テスト機体の前半部と結合されて、唯一の SR-71C が製造された。SR-71C は、必ずしも、まっすぐに飛ぶというわけではなく、 巡航状態でも若干の過剰圧を保つことをパイロットに要求したため、パイロットたちにバスタードというあだ名で呼ばれた。その航空機は現在ユタ州のヒル空軍基地にある空軍兵器博物館に展示されている。ナセルの下のベントラルフィンが依然としてあるため、全 SR-71 の中でも独特な機体である。ナセルの下のベントラルフィンは他の どの SR-71 にも存在しない、U、UF-12 の血統を示す、工芸品のようでもある。UF-12AS、N60 から6936は燃料道管の欠陥に因する、飛行中の火災のため、1971年6月24日に失われた。二人のパイロットは、エドワーズ空軍基地のちょうど北に問題なく脱出した。 ユーフマイナス 12ASN60 から06935は、ユーフマイナス 12A のままの唯一の生き残りであり、オハイオ州デートン近郊のライトパターソン空軍基地に、ある、米国立アメリカ空軍博物館に展示されている。ユーフマイナス 12C なお、4機目のユーフマイナス12シリーズの航空機は、実は、U、ユーフマイナス12ではなかった。本機は、 失われた UF-12 に当初予定されていた推進装置試験を NASA が実施できるようにする目的のために1971年の UF-12ASN60 から6936の損失の1ヶ月後に NASA に対応されたアメリカ空軍の SR-71A であった。その SR-71A は UF-12C に解明され、 シリアルナンバー60から6937が再使用された。それは残りのオックスカート部隊と同様に3年前の1968年に退役しパームデールに保管されていた。SN417951 はアメリカ空軍に返却される1978年9月まで NASA によって SN60 から6937として運用された。 この u f フ -12C は現在、アリゾナ州、トゥーソンのピーマ航空博物館に展示されている。タキシングウェイ上の u f フ -12A 出展、ロッキーと SSR-71、ブラックバードファミリー、初現性ノブソナック、マーセルサイズ、エンサイクロペディアオブ of ・ US エアーホース・エアクラフトミサイルシステムズ・オフィス・オブ・エアーホース・ヒストリー、 ロッキード SSR-71 ブラックバードファミリーグドールジェームズアンドミラージェイミッドランドパブリッシングヒンクリーイングランド2002ありがとうございます